はい、皆さんこんにちは、大西也です。今回の、提案力という、ハーバードビジネススキル講座の中の、シリーズの中の提案力ということで、プレゼンのために、緊張しないための方法とか、ビジネス的なものが多いので、そのための準備編と実践編と、マインド編みたいなことが書かれてますね。考え方においてどういうふうにするか。事例の中では、リンカーンさんとか、大統領のスピーチなんかもよく分析されている内容だったとは思います。特にですね、私も参考になったのは、フィードバックを、つまり、セミナーであれば、セミナーのレクチャーがあったりした後に、フィードバック、質問をする、ダイアログになる、対話になるところがあって、そのあたりは、より参考になるかなと思います。